日本東京都世田谷区世田谷地域、若林若林は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は若林1丁目から若林5丁目。郵便番号は154-0023。世田谷区中央部に位置する。北で、大田、北東で大沢、東で、世田谷区大志堂、南で三軒、茶屋、南西で上がり馬、西で、世田谷区世田谷。 北西で、梅ヶ丘と隣接する。いわゆる、環七である、東京都道318号環状7号線が、南北を横切る。環七と、東急世田谷線が交差する付近に、同線若林駅、世田谷区役所付近に同じく松井新車前駅がある。環七を横切る世田谷線の若林踏切は、信号踏切で、環七の交通が優先されており、 公共交通機関であるはずの電車優先ではない、比較的珍しい踏切である。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、若林後の30の後の地点で51万円、平方メートルとなっている。若林は1401年に、調布市神大寺の僧、花光傍長弁によって表された、思案章に初めて登場する。 1585年には、世田谷城主、吉良ウ友が、家臣の巣王光之介の助に、若林分を分け与えている。江戸時代には、江原郡世田谷寮若林村となり、商法、玄禄の頃より千人同心志村氏の治業となった。1672年長州藩が、長明に三谷一万18,300坪の土地を、買い取り、抱え屋敷とした。 現在の若林四丁目一帯は、藩主毛利氏の下に大前大部にちなみ大部さん、あるいは長州山と、俗称された。1863年、吉田松陰が小塚っ原江光院から長州羽宮敷内に改装され、1882年末影神社が、建立された。1888年町村政志港により、若林一帯は、 世田谷村の大技となった。1928年より1931年まで237番地に北原白州が居住している。1932年より世田谷区若林町。戦後、住居表示により1966年に若林1丁目から若林指定目。1968年に若林5丁目が成立し、現在に至る。 若林とは、神殿を意味する、古い表現、または開発造成され植林された、若い木の並んでいるところを指すと考えられているが、正確な由来は不詳である。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。台沢とは、道路上の一点で接する。ありがとうございます。